ねえ、まゆみ、さっきの答案何点だった？62。ダメじゃないか。どっぺられたら恥ずかしいから、もっと勉強してよね、まゆみ。なんなら僕が教えてやろうか？うるさいな。なんだよ、僕はせっかく親切で言ってるのに。余計なお世話。なんだって？僕は理系教科嫌いなんだから、ギリギリでいいんだよ、進級さえできれば。大体、僕は本当は文校に行きたかったんだ。それをあずさが無理やり僕の組まで決めちゃったんだろ。ここの入学試験を受けた時だってそうさ。1年早い受験を勧められたのは僕の方だったのに、僕が受験するなら自分もするって意地になっちゃってさ。あゆみ、僕だけが受験を勧められたのがそんなに悔しかった？自分が負けた気がしたんだろ。なんだよ、いいじゃないか。合格したのは僕がちゃんと勉強した成果なんだから。それは認めるよ。でも動機がさもしいって言ってるのさ。さもしい？そこまで言われる筋合いないよ。おいおい、二人とも喧嘩はやめて。うるさいな。いや、あの、うん、まゆみくん、君はあずさくんになんてことを言うんだ。しかり、いかに君が幼なじみで兄弟同然であろうとも、今しがたの君の暴言は。うるさいって言ってるだろ。あずさ。何？ごめん、今のは僕が悪かった。ちょっとイラついてたんだ。え？ごめん。いいよ、もう僕も言い過ぎたし。ありがとう。はい、誰？あずさくん？何？僕今忙しいんだけど。長居はしないから。しかり、相談したいことがあるのだが。どうしたのさ、二人とも。
とにかく空いてるところに座って、それから何を相談したいのか言ってみなよ。何なんだ一体、二人とも様子が変だよ。なんか僕に相談事があったんじゃなかったの？何もないのなら帰ってくれる？僕まだ明日提出の課題が。つかぬことを聞くが、あずさか。何？君はもしや、真由美君に恋をしたのではあるまいか。は？我らはふと気づいたのだ。君が最近彼にさりげなく見せる優しさ、そして笑顔。よく考えてみれば、君らは幼き頃より共に暮らし、共に学び、共に遊び、長年共にあった者たちの間にある日愛が芽生えたとしても何の不思議もない。しかり。はあ？あんたたち何言ってんだよ。どこをどう見たらそういう考えに至るわけ？そもそもあんたたちおかしいよ。人が二人いたら必ず恋に落ちなきゃいけないの？大体さ、両方とも男だよ。男二人。それでどうしてそういう話になるのさ。いや、ごまかしてはいかん。よくよく見れば、真由美くんもなかなかの美形。二人揃えば、いずれが梅か桜かという風情ではないか。だがしかし、我ら親衛隊とて君への思いは彼に何ら劣るところなし。よって我らは心に決めた。真由美君に君を奪われる前に思いを遂げさせていただこうと。しかり。え、やだよそんなの。勝手に決めるなよ。僕の意思はどうなるんだよ。この際だ。それは二の次ということにする。甘い。わあ！君が窓から逃げようとすることなどとうにお見通しだ。ははは、もう逃がさないぞ。あ、離せよ、離せってば。真由美君が最近遅いことはもう調べがついている。おとなしくしたまえ。もはや逃げる術は。うわあ、真由美、真由美。うん、邪魔をしに来たか。だが君の細腕で我らにかなうと。これは。あんたたちがバカなのは知ってたけど、ここまでひどいとはね。どうしてこの学校に入学できたのか、心底不思議だよ。壁の薄い寮の部屋でこんな大騒ぎしてたら、丸聞こえに決まってるだろ。それはしかり。分かったらさっさと出て行ってくれないかな。ここはあずさだけの部屋じゃないんだけど。しかし。まだ何か。
ありがとう。どういたしまして。怒鳴らないの？え？普段のあずさならどこに行ってたんだよ。遅いじゃないか、真由美のバカくらいのことは言うだろ。そうだよ、どこに行ってたんだよ。おかげでえらい目にあったじゃないか。どこに行ったも何も夕飯だよ。帰ってきたらこの騒ぎだろ。驚いたの何の。まあ戻ってきてくれたから言うよ。許してやるよ。まったくもう、あいつら何考えてるんだよ。今度会ったら完全無視だ、絶対。ひどい目に遭いかかったのに案外怖がってない。あんなのただの喧嘩だよ、バカな。外にいた連中も踏み込み損ねてたよ。何やってるんだか皆目見当がつかないって。たぶん いつもみたいに汚らわしいとか叫ばないの。バカらしすぎてそんな気にもなれないよ。ねえ真由美、その辺にボタン飛んでないかな。真由美、何やってんのさ。真由美。そうか、あずさにやり返すって手もある。やり返す、何を。僕が歩みにされたこと。歩み姉様、何だ。それになんで姉様のことを呼び捨てにするのさ。真由美、真由、ちょっと何やってんだよ真由美。何考えてんだよ真由美。真由美やめろって。おかしいの？何本気にして怯えてるのさ。冗談だよ冗談。こんなの冗談に決まってるだろ。さてと、あずさをからかうのも飽きたし、僕はちょっと出てくるよ。あいつらはもう来ないとは思うけど、一応気をつけなよ。僕は遅くなるから。じゃ。
冗談。そう、あずさにやり返すって手もある。やり返す？何を？僕が歩みにされたこと。歩み姉様？何のこと？それに、なんで姉様のことを呼び捨てにするのさ。まゆみ、まゆみ、どこにいるんだよ。なんだ、そんなところにいたの？おじさまが面白そうなスグロクくれたんだ、一緒に。あれ、どうして泣いてるのさ。別に泣いてないよ。嘘、泣いてるじゃない。なんだよ、言えよ、どうして泣いてるんだよ。僕には言えないんだ。へぇイエーイ、泣き虫。男のくせして何泣いてるのさ。僕は真由美の間の字は間抜けの間、バッカみたい。あずさちゃんダメよ、真由美ちゃんをいじめちゃ。あ、姉様。あずさちゃんと違って真由美ちゃんはおとなしい子なのだから、いじめちゃかわいそうでしょ。そうか、あずさにやり返すって手もある。やり返す？何を？僕が歩みにされたこと。歩み姉様？何のこと？それに、なんで姉様のことを呼び捨てにするのさ。あずさは僕に触られるの平気だよね。そりゃ平気だけど、なんだよ急に。おはようございます。日浦、おはよう。ああ、そういや、玄関に君宛ての手紙が届いてたぞ。ありがとう。いやいや。おはよう。おはよう。
アズさん、どうしたの？僕に何か言いたいことがあるんじゃないの？アズさん、これがどうしたの？これ、あずさ宛ての手紙だろ？読んで。どうして僕が？三枚目は、まゆみ宛てだから。それで、今日。今日じゃなくてもいいから、必ず寮に戻ってきて。もしもし。絶対読んだよね。